こんにちは。たった5分であなたの免疫機能を復活させ、花粉症改善に導くカウンセラーの大久保です。はい、今日のテーマはですね、女性ホルモンです。女性ホルモン と、花粉症の関係性なんですけども、ちょっとそこについてお話ししたいと思います。まずね、女性ホルモンの中にエストロゲンという物質があるんですね。そのエストロゲンっていうのは、女性ですと、妊娠とか出産に必要なものなんですね。で、それだけではなく、エストロゲンの豊富な人というのに特徴がありまして、どういう特徴かと言いますと、まず肌が綺麗なんですね。きめ細やかで肌が綺麗。あと、髪にもツヤがあったりとかします。あとね、その面白いところでは、このね、人差し指と中指の、人差し指が長い人っていうのは、薬指よりね、長い人っていうのはエストロゲンが豊富だそうです。私の場合、薬指の方が長いのでね、私は男性ホルモン強いんですけども、まあ、ちょっと関係ない話ですけども、そういうものもありますし、あとは、肉体的な特徴もありますね。バストであったり、腰、ウエストであったりヒップであったりのところに皮下脂肪がたまりやすくて、まあいわゆる女性らしい体型というものになりやすいとされてて、まあ、エストロゲン豊富な人っていうのはもう女性にとってはすごい嬉しいことではあるんですね。でその一方でですね、アレルギーに なりやすいんですね。アレルギー症状がちょっと出やすいっていう特徴もあるので、ね、ちょっと嬉しい、エストロゲンが豊富で嬉しい反面、アレルギーになりやすいの、まあ、もう花粉症もその中の一つですので、花粉症にやっぱね、なりやすいっていうね、特徴もあるんですね。なのでね、花粉症になるの嫌だなって思うんですよ。エストロゲン豊富なのは女性にとって嬉しいことで、ある一方でね、じゃあどっちがいいんだろうって、思うかもしれないんですけども、エストロゲンはそのまま保ちましょうと。で、あ、そうだ、エストロゲンの、減ってしまう、ことがあるんです。それはどういうことかって、やっぱストレスですね。ストレスとか、睡眠不足とか、あとは、不規則な生活なんかをすると、エストロゲンというのは下がってしまいますので、やはり規則正しい生活っていうのが、必要になってくるんですね。それによってエストロゲンというのは保たれますので、まずはその生活っていうものをちゃんとするべきだと思うんですね。でその反面でやっぱアレルギーになってしまいがちですので、そこはね、私の推奨する、花粉症アレルギーのね対策の、何ですか、この治療法っていうものがありますので、そちらをすればもう問題なくエストロゲンは保たれたまんま、アレルギーに関しても改善されるというものがありますのでね、ぜひね、私としては正しい生活をしながら、もうエストロゲンを保ちながら花粉症も改善していくというものをね、ぜひおすすめしたいなと思います。はい、そういうことでね、すいません、今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録の方もお願いします。たった5分であなたの免疫機能を復活させ、花粉症改善に導くカウンセラーの大久保でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。